はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ今回もね、みんなの投稿で店プレイ集を中心に見ていこうと思うんですが、まずこちらリンク店プレイ撃墜集。どうも宣伝なんですが、最近オンライン対戦実況チャンネルを作りましたんで、よかったら登録してください。VIP マッチとか潜ってます。さあちょっと前に見たユキトさんの店プレイ集なんですが、まあリンク限定うまくね。そうなんですよね、前回の店プレイ集その時はいろんなキャラ使っとったんやけど、今回はリンクに特化した店プッシュということでね、まあ1キャラクターしかないというか、まあ1キャラ徹底してる店プッシュって結構ちょっとなんかね、まあなんかちょっと胃もたれしちゃうって表現が正しいか分からんんだけど、なんかおーってなるんやけど、全然なんかもうこれ全然飽きないわ。なんだやばい。そんな入るか、空下2回から空下入んのねえ、胃もたれしちゃうっていうか、なんかもうどんどん胃が軽くなっていくというか、もうどんどんもっと見せぶみしてって感じだよな。なんか別キャラみたいじゃない、リンクだけなんやけど、なんか見せぶのバリエーションえぐくない、こんなに見せぶの種類というかね、なんかほんまにちゃうくない、なんか見せぶの仕方がバリエーション。なんかほんとに見せプレイのために生まれてきたんですかみたいな、見せプレイヤーのために生まれてきたんかなみたいな感じのルートがすげえ多いな。しかもすごいテンポいいし、まだかぶりプレイないよ、かぶりプレイなんかもう絶対ないわこれ。さ、爆弾をね、もうメイドの土産にポイって捨ててましたけれども、これねえ、すごいな、ジャスバー。それできたらマジでピカチュウの空母とか、そういうなんか連打系 なんていうんや、多段系の技怖くないよね。あ、やっぱ多段系ってね、ガードが燃えちゃったりしてね、いやらしいんやけど、なんだこれ、ジャスガシンか、これリンクの店プッシュって書いてもらいましたけど、これ実は裏タイトルでこれジャスガシンの店プレイ集じゃないこれ。おあれ俺見てる動画変わった、知らんうちにこれ動画変わったかな、確実にこれリンク店プレイ集じゃない、これジャスガシンの店プッシュ、あ、リンクの店プッシュか、ジャスガがおかしいぞ、はい。ブーメランから踏みつけできるんすね、しかもそっからもうジャスがしましたし、ここまでジャスができたら気持ちいいよね。空母2発か、それ入んだ、マジか、ガーガーエン軽っ。うわー、ガーお前どうしたお前、なんやお前、お前お腹に爆弾でも隠し持っとったんか。今の上京までのルートおしゃれやね。さあこれどうするんだ、はい、天空に、いやこれすげえな、天空、あれ他のキャラでもなんか真似できそうやよな、眠るとかも入るんじゃない、プリンとか、大学さん今のお休みしちゃってください、天空にジャスガしてからお休みできるかもしれませんよ、あれいろんなキャラでできそうやな、結構これはいいね、いいヒントやね、これリンク使えちゃうけどちょっとなんか参考にできそうというかね、思いますね。さあガノンお前すごい優秀やな、今日すごい優秀なコンボフードやな。さあこれやべえやつや、これ前回の店プレイあったやつや、やっぱり目玉に出るぐらいさっきのプレイはすごいよね。子供リンク店プレイ撃墜集、はい、皆さんヤングバージョンもありますよってことでね、まさかの子供リンクっていう、逆にこれね、さっきのリンクの店プレイ見た後から子供リンクとリンクはどんな違いがあるのか、店プレイ、まあ空下フィニッシュっていう面では似てるとこあるけど、空下が上に飛ぶからね、このキャラこのキャラの空下上に飛ぶからちょっとなかなかやばいと思うんやけど、まあやっぱちょっと若干似てるところはあるよね。だからちょっとまあその応用してというかね、このまあ同じような知識というかテクニックを使ってるのかもしれんけど、お前見たぞさっき、これガオガイにやってますけど、これワニ入るってことはやっぱりちょっとガオガイもワニももう本当にもう上質なコンボ風やな、あれダスガシンの店プレッシュや、あれあれそこまで共通してる、ジャスガシンの店プッシュ、あでもこうやって弓矢を使ったコンボはないもんね、リンクね、リンクと子供リンクの違いはちょっとあれやね、そのコンボパーツというか、このリンク自体はね、あの次元爆弾とかあるけどさ、子供リンクはこの弓矢とかやっぱ使ってくるイメージちょっとあるな、ブーメランとか、ブーメランとかダウンレンね。そう、さっきさらっと流してんけど、リンクの時も結構ダウンレンしてましたよ、この人ね。うわ、それおしゃれやな。爆弾って自分の方に返ってくんの？上に落としたら。ちょっとベクトルもちょっとこれね、面白いよね。そのロボットの駒とかはね、その投げた瞬間にロボットが向いてる方向に飛ぶんですよね、ベクトルが。子供リンクはちょっと違うんかな、ボムがね。うん、結構そのダックハントの、あ、違う、バンカズのうんことかも、あれね、ベクトルがね、あれは内側やったかな、その自分が向いとる方向
じゃなくて、自分側に爆弾投げたらね、飛んでくる感じだと思うんで、キャラによって飛び道具のベクトル違うんでね、でもそれ分かるとね、ちょっと面白いよね、店プレイしにとってもね。うん。あ、これ計算しとったんやとか、爆弾こっち飛んでくるの分かっとって計算してやっとったんやとか分かるからね。さあ、ちょっとそういう、うんちくはええから、うんちくはええから、ちょっと店プレイをちょっと実況してけど分かんないけど、あ、これこれリンクの見せ場所なかったけど、やっぱりリンクはどれも空中なんか優秀やな。トゥーリンクはまあちゃうけど、リンクキックやったっけ、英傑キックか。子供リンクも英傑キックあるやんっていうね。クールの判定バケモンっていうやつね。おい、もう一瞬で終わっちゃって、面白すぎて。はい、というわけでね、久しぶりに大観戦観戦をやっていこうと思います。さあ皆さん、どっちかを応援しましょう。推しを決めて、僕はもちろんガノンドログです。さあ、もう。ね、今日の店プレイ集、ガノン、めちゃめちゃコンボフードとして優秀やった。まあ、優秀といえば、いい風に聞こえますが、逆に言うとコンボフードすぎて、もうやばい。うん、もう本当にサンドバッグやった。お前、マジで活躍の場なかったところでね、ここで、この大歓声でちょっと活躍を見せてほしいというのが本音やな。ゼノス・サムスというね、危ない。ゼノス・サムスというね、なかなかね、その、技の出というかね、ちょっとね、ゆっくりな、パワー系なガノンにとっては結構ね、捉えづらい相手ではあるが、そこをもう読み能力で、もう思いっきりね、ぶち壊してほしい。そんな気持ち。うおー、言っていたら空中下で横スマッシュを狙っていくという、今の感じですね。今の感じでその指輪なんだ。こっから死ぬわけないよな。危ない危ない危ない。そんなたった一発の店で死んじゃうようなわけないよな、ガノンドロフね。やめて、危ないよ。やめて、危ないよ。やめて、危ないよ。さあ、いい吹きだ、ガノンドロフ。ダメだ。7その空母砲。さあ、もう大丈夫大丈夫、ガノン。これとりあえず、まあ、上 B、先に言ってましたけど、まあ、上 B 掴めればいけると思うんですよね。やめてやめて、それやばくない？あー。いや、俺は知ってる。俺は知ってるよ。ガノンドロフの可能性という獣を信じてるから。いけ！ガノンドロフ、お前！こっからいける！お前！頼む！やめて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 ！うん。今きっとね、ゼロサスタムさんね、油断しております。空中下で、実践しました。もうこれ、俺負けるわけないと。もう私が負けるわけないわと、ゼロサムね、満身しております。そう、満身をつく。それがガロンドロフのね、心ですからね。やばい、それは、な、今の今何今のマジで今の意味不明な動きしてきましたけど、ガロンドロフ、お前、そうもう五分だ。なんなら有利だよ。うん、俺は知ってる。これなんなら有利。79% 差。これは有利です。もう、まあ、110。これも有利です。いきます、ここ。おー、いいね。いけます。俺知ってるよ。DA、横 B、横スマ、お前の勝ちだって、信じてたんだよ。はい、というわけでね、今回ね、みんなの投稿を見ていきましたけれども、面白かったね、ミセプシューね。で、ちょっと今日話したいことがあって、昨日コミュニティでね、僕の動画のチャンネルで楽しみにしている動画の企画は何ですか？企画っていうのは、まあ、最近で言うと CPU とか。まあみんなの投稿は安定でずっとやってますけど、まあ何が楽しみですかと。まあなんかね、最近はちょっと前まではずっとみんなの投稿やってんけど、CPU 検証とかも出てきて、まあ何がみんな今期待してくれたのかというのもちょっと知っておくのも大事だと思って質問してんやけど、まあ5割みんなの投稿やったね。で3割が CPU で、で2割がまあ他その他とか、ホームコンとかやってんやけど、みんなの投稿って結構みんなど安定で好きなんやな。まあずっとこれやってるかってもあるんやけど、まあ CPU ちょっと飽きてるかなっていうのもあって、まあ確かに再生数にも現れてるし、まあやっぱりマンネリ化もするしね、同じような感じ、まあ上手いプレイあったとてまたこれかって思っちゃう人も多いと思うから、でもなんかこういう意見があって、みんなの投稿はマジで外れなしの無難っていうコメントしてくれてる人がいて、あ、そんなこと思ってくれとったんや、ちょっと嬉しくなったね。ちょっと別に俺気持ちよくなるために、このアンケートをしたわけじゃないんやけど、ちょっと気持ちよくなって思うとは。うん。まあ、確かにみんなの投稿、俺めちゃめちゃ本気で、動画の厳選してたり、いい加減な動画は投稿してるようにしてるんですよね。やっぱり、同じようなクオリティというかね、毎回おもろいようにしたいと思ってて、やってるんやけど、なんか伝わっててよかったっていう。まあ、外れなしって言ってもらえるのいいね。でも、大観戦観戦も見たいって人がおって、まあ、大観戦観戦の、動画最近なかったから、まあ、今日みたいに、まあ、最後に一本とかね、一応ね、おもろそうなのはいいにはしてあるんで、まあ、尺がね、ちょうど大観戦入れた方がいいなと思うときは、最後に一試合見ることがちょっと今後多くなるかも。思ったよりちょっと大観戦観戦見たいっていう、なんか参考になるからみたいなね、上手い人のプレイが、みたいな、あったから、まあ、そういうのもやっていくと思うんで、はい、貴重なご意見、ありがとうございました。今後とも頑張っていきますんで、よろしくお願いします。